ゆうのやあさん、どうもです。かぶさん、台風17号は、えー、1日に関東の方、スピードを上げながら北上するみたいです。えー、遠からず、近からずみたいなですと。 うん、台風18号の方は、えー、大型で強いみたいですけど、まだ震度がはっきり定まらない感じらしいですけど、台風用高気圧のせいで真夏のコースになる予想だそうです。すごいですよね。えー、そしてまた日本は明日が戻るみたいですよ、えー。10月に30度が戻ってくるそうです。見ました。あのー、関東に近づく方の台風はそれより可能性があるんですが、まだちょっとわかんないですね。いろんな相互作用があるので、 ちょっとまだわかんない。いやこの震度がおかしい。本当におかしいですね。うん。えー、カブさん、カミムシですけど、自宅で見つけたら幼虫だそうですよ。えー、カミムシが家にいるときは、空港しのためにいる可能性が高いそうです。うん。人の家の周りは過ごしやすいみたいですね。 特にベランダとか玄関が注意だそうです。えー、春まで家に居続けることもあるそうです。えー、カブさんちはカメムシどうですか今日ね、カメムシじゃないんですけど、えー、それに似た水スましみたいな虫が入ってました。まあ、多分これも冬越したと思いますね。水スましとかは多分カメムシとかの仲間かな甲虫か。高めがカメムシの仲間ですね。 はい。えー、テントウムシとかもね、おそらく、あの、家の中入ってくると思うんですけど、あれも冬越しのために入っていきます。うん。はい。えー、ももちゃんさん、どうもです。株君くへ。えー、玄米は栄養価が高く、ビタミン、ミネラル、えー、食物繊維が豊富ですね。えー、健康な人は玄米の方が白米よりいいと思います。えー、しかし、玄米は消化に時間かかるんで、えー、胃腸の弱い人は白米の方がいいそうです。あ、そうなんですね。 なるほど、えー。腎臓病の人も、研、え、磨、ー、にはカリウムとリンが含まれているので、白米の方がいい,いいですね。私はずっと、えー、内科にかかっているので、えー、病院の管理栄養士の人から聞きました。お医者さんより栄養管理栄養士の方,人の方が資格があるので、詳しいです。 えー、カブ君はベルギーに住んでるんで、お米はアジアンスーパーで購入してるんですかアジアンスーパーだと日本の白米ではないので、栄養価は多少の違いがあるかもしれませんね。あの、アジアンマーケットで、えー、イタリア米買ってます。イタリアのお米はですね、日本のお米と似てますよ。うん。はい、あのー、そんな高くもなく買えますね。玄米って胃腸の弱い人は注意なんですね。今知りました。うん。 まあ、できればアジアンマーケットに納豆も売ってればいいなって思いますね。納豆はね、ブルースセルに行かなきゃ売ってないんですよ。なかなかね、納豆を作ってみようかな。うん、納豆菌があれば作れるっぽいっすよ。えー、かさん、10月からまた値上げの数が多くなるみたいですね。えー、郵便料金も上がるみたいです。普段あんまり使わないんですけど、チリも積もればですね、えー、そういえば今になって、岸田さんを評価する声上がってるんだ。<laughs> <laughs> なるほど、えー。岸田さんのまんまが良かったって言ってる人も X で見ますね。なんか微妙ですって、そうなんですね。石破さんがそんなに悪いのつまりま。まだこれからなんで分かりませんけどね。なるほど。はい、ちょっと、まあ、な、な、どういう風な気持ちになればいいんだろう。難しいですね。うん はい、えー、レモンみかんさん、かぶくんおはこんばんは。えー、祭りごとのニュースを見ているとまがまがしくて頭がどよんとするんで、えー、自動的にこれ以上は覗くなと私の脳は遮断しました。えー、かぶくん、唐突ですが、日本のものづくりで自立歩行の恐竜型ミカニ、恐竜型 メカニカルスーツという、えー、恐竜をリアルに再現をしたものがあります。えー、14カ国で特許、えー、を取得したそうです。すごいですね。なんだろう。ティラノサウルスやトリケラトプスなど全長8メートルの21頭が上野の東京国立博物館の屋外敷地を歩く、えー、恐竜大夜行が開催されているようです。夜行だから夜、100光100夜行の、えー 百鬼夜行の恐竜版パレードの迫力にお客様はドキドキに、えー、楽しかったらしいですということですね。えー、昔から夜にかが,かがり火を焚いて演じる、えー、能もあります。えー、テクノロジーかける文化で日本の得分野ですねということみたいですね。はい。なんかそうそうですね。恐竜型メカニカ,カルスーツなんてあるんですね。面白そう。うん。えー、それかれさんこんばんは。今年収穫された 新米が順次流通しているため、深刻な米不足の問題をひとまず解消されました。ただ、来年6月頃から上空を主体で再び米不足に陥る可能性があるとされていて、今年のようなことにならないように、それまでしっかりと対策を練っておく必要があると思います。うん、日本の農業対策に政策についてしっかり考えるいい機会でもあると思っています。明日 総理大臣に就任することになる石破氏総裁も農林水産大臣を務めたことがあるので、この分野の政策もしっかりやってほしいです。米ですが、一度購入した商品は品質に不具合が生じるなどの例外を除いて返品することはできません。うん。大量に買いすぎると余ってしまい困ることもあるため、よく考えて適切な分量を購入する,と購入することが重要だと思います。 10月に入ると、さらに新米が流通することが見込まれるため、えー、購入点数、えー、制限も、えー、そろそろ撤廃されそうな気がします。既にお店によっては、購入点数制限が解除されていますということですね。はい。まあ、ひとまずは安心だとは思うんですけどもね。まあ、買いすぎに注意っていう感じですね。はい。なんでもそうです。あ、そっか、あれか。なくなっちゃうからって不安で買っちゃったわけね。つまりね。確かに。<laughs> ね。 うん。米騒動でしたもんね、今回。はい、ということでした。